誰も知らないけど、どうでもいい豆知識。皆さん TNT の爆発の緩和、体ごでできるのは知ってますよね？もちろんね。こんな感じで、体ごを上にポンって置くと、見てください、ダメージがなくなります。こんなのはもうみんな知ってるよと。じゃあこれはどうですか？普通マインクラフトって水入りバケツ、こんな感じで水銀を潰してあげると、ほら、なくなっちゃうんですよ。でもですね、水入りバケツをこうやって置いて、昆布をですね、角っこ同士に置いてあげて、水源を潰すとですね、無限水源ができます。え？これも知ってた？嘘つくでー！いや、まあ、これも知ってる人はおるか。